こんにちは、ひかりです。今回もね、トイプラネット藤岡店さんの今回ね、仮面ライダーコーナーで、後半がアメトイコーナーになります。さあ、まず仮面ライダーショーケースですね。まあ、一番上はね、最新のウルトラマンじゃないや、仮面ライダーのね、事情関係があったりして、でまあね、レアなものがあるのだと思われます。はい、まあ、レアというか、まあ見栄えがいいものがあるのかな。ここはね、あの入り口入ってすぐのところなんで、割とうん、あ、こうガシャットとかね。ガシャットってなんかやっぱ高いのは高いよね。なんか他のね、コレクションアイテムに比べて高い気がしますね、ガシャットは。安くならないというか、どこ行ってもね。うん、でここら辺がいいな。なんか魅力的なアイテム多いな、やっぱガシャットいいな。2500円とか3000円とかね。うーん、魅力的。さあ、そしてこっちの方はね、もうちょっと安価の方ですね。安い感じの。うん、手頃だねっていうね。うん、仮面ライダー。で、こっちはね、ショーケースなんだけど、プレ版とかのやつですね。がメインになってくるのかな。プレ版とか、あとはもうちょっと古いやつとかかな。まあ、ここが多分、うん、仮面ライダーコーナーでは一番、まあ、高価なコーナーになってくるのかな。だからレアなのがあるとしたら、やっぱこのコーナーが多いのかなって気はしますけどね。兜って高いんでしょう、結構。兜の変身ベルトめっちゃかっこいいよね。キャストオフ、なんか当時覚えてるわ。最近 YouTube 見てると水島ヒロさんの広告ありますよね。そして、あ、クーガのやつだ。ペガサスボウガン、かっこいいね。クーガも当時見てて、その時おもちゃ買っとけよかったな。当時はね、安く買えたはずだからね。そして龍騎とかもあって、でこっちの方にもね、これクーガのやつでしょね。クーガだね。3599円、クーガの古代文字みたいなやつね。覚えてるわ、当時。ファイズかな、今のは。でこの辺が結構古いライダーのコーナーですかね。響き、響き見ようと思って、あの近所のいつも行くツタヤじゃなくて、近所のゲロの方に行ってみたら、響き全巻揃ってたんで、今度見ようと思います。あとガイムも全巻揃ってたけど、まあ貸し出し中だったんだけど、でも全巻揃ってたんで、ゲオで借りようと思います。これからはゲオの方がね、特撮品揃えが、特撮というか全体的に品揃えが良かったんで、やっぱ仮面ライダー系はまず響き見て、その次ガイム見てって感じかな。一気に全部借りないで、まずね、何巻か借りてみて様子見って感じ。その後ダブルを見直そうかなとかも思ってるし、あとビルドちょっと見たいなって思ってますね。やっぱフルボトルがさ、あまりにも最高でさ、今もこう手元にこうあるんだけど、あまりにも最高なんですよね、フルボトルが。さあ、ここら辺がビルドだね。ビルド、ドリルセーバーみたいなアイテムあるじゃん、武器。あれいいよね、ドリルのやつ、ブーンって回るやつね。俺もね、ドリルセーバー持ってるんだけどね、あのやっぱ回転があんま良くないからね、当時のやつ。だからビルドのやつはうわーってめっちゃ回転してたからね、レビュー見たけど。でね、今回はね、あの前回購入品紹介で紹介したんだけど、フルボトルのね、デラックス版を探して買ったので、今回こうやってね、一個一個確認してみてますね。逆さまにして、なんかちょっと飛び出してきたら、こんな感じでね、デラックスだよと教えてもらったんで、それだけ買ってきました。うん、でも大体なんかね、振ってみるとなんとなくわかるし、今回はわかりやすく逆さまにしてカメラに映してますけど、指を当てればね、すぐわかるんでね。うん、フルボトルから結構選んでますね。小気味いいんだよね、気持ちいいんだよね、フルボトル振るのって。なんか音がいいのかな、やっぱあのカタカタカタってね。あとなんかフルボトルを振るアクション、両手で振ってさ、ベルトに刺すアクションがすごいいいよね。で、もしビルドを見たら多分ベルトを買うと思います、速攻で。ビルドのベルトは多分これからちょっと安くなってくるね、ものだと思うので、エグゼードビルドあたりはね、これからどんどん安くなってくるから、うん、
新しいやつだからね。だからトイプラネットで、まあ安い時はほんと500円ぐらいで手に入る時あるからさ、ベルトって、あのウィザードベルトとかさ、もっと安かったよ、199円とかあったからね。あとディケードも一時すごい安かったよね。まあ、そこまでは値下がりしないかもしれないけど、799円ぐらいでは買えるのかな。でももうドライブとか、その前の日、あの外務とかは、これからはどんどん値上がりしていくものになってくると思うんだよね。放映が終わって一回下がってだんだん上がってくるからね、特撮ものってね。買い時っていうのが難しいんだよね。難しくもないけど、大体わかるけど、でも買い時の時ってあんまみんな欲しがんないもんね。まあ、当然だけどね。で、フルボトルを探しております。まだ。今回ちょっとね、超弱でフルボトルを探してますね。やっぱフルボトルの魅力をね、味わってます。はい。皆さんにもお伝え、まあ、みんなね、フルボトルの魅力、大体知ってる人が見てる可能性が高いけど、もしね、あまり知らない人がいたらね、フルボトルぜひね、手に取ってみてください。感動しますよ。うん。気持ちいいから、今俺も手元にあってね、いいですよ。そうそう。で、このなんか、上に書いてあるね、文字が、なんかベストマッチのやつなんだよね。いいね。この QR コードっていうのはもうね、なんかあんまり意味ないんでしょう、今となっては。でもやっぱ今ね、まだビルドって終わって間もないから、中古に出回ってる商品の状態がね、比較的いいよね。まあ、ほこりがね、積もってるとかっていうのはほとんどないよね。楽しいね。トイプラネットはね、やっぱね、じっくりね、こう見るとね、より楽しいから。まあ、ささっと見て、いっぱいね、トイプラネット全店回るっていうのもありなんだけど、僕、個人的にはね、やっぱね、もう1店舗に絞って、1店舗に2時間ぐらいじっくり、もう1人で行って、じっくり見るっていうのが一番ね、楽しめると思います。まあ、これはね、まあでもどうだろうな。サクッと見てもいいんだけど、僕とかね、いろんなコーナー見るんで、ほんと2時間、3時間平気で入れちゃうから、まあ、3時間はあんまりないけど、2時間ぐらい平気で入れるんだよね。こういうなんかさ、触れない系のフルボトルってデラックスのあんのかな、ちょっとわかんないんだけど。でもやっぱね、2時間はほんと入れますからね、トイプラネットは余裕で、どの店舗も。ただなんか富岡店とかね、まだ行ったことないんだけど、富岡店とかどうなんだろうね、今度多分行くと思いますけどね。いやー楽しいな。やっとフルボトルコーナーから離れましたね。そう。あとね、通路が広いっていうのもいいし、あと平日は比較的空いてるっていうのが分かってるのもいいですね。うん。トイプラネット。あとそうだ、なんか、他の中古店と違って、おもちゃ専門っていうのもあるからかもしんないんだけど、あんまりその転売系の人がいるって、まあ来てはいるんだろうけど、そんなにね、見かけないんですよね。転売、明らかに転売だなって人ってさ、結構ハードオフとかブックオフには明らかなね、セドラーみたいなのいるけど、あんまり見かけないですね、トイプラ。僕は見かけたことないんですけど、でも来てはいるっていう話は聞いてるけど、YouTube とか見てるとね、うん、いるんだけど、そんなにいないんで、だからそういう転売の人とかいると嫌だなって人とかも、まあ安心して、比較的いけるかなとは思いますけどね。ただ土日はちょっと混むっていうか、子供たちが多いから見づらいかなと思うんで、大人の人とかはね、もうぜひ平日に行けてる時にね、行ってほしいですね。うん。いや、平日は仕事だよって人はね、まあ土日でもいいんですけど。うん。やっぱ平日おすすめだな、やっぱりトイプラネットは。見やすいんだよ、本当に平日は。お、ドライブ。ドライブのベルトとかも、ちょっとずつ値段がもう上がりつつあるかなって感じはするよね。ベルトさんね。マッハ。マッハの10だっけ。あ、ゴーストはどうだろう。ゴーストのアイテムまだ買ってないんだよな、全然。ゴーストのベルト欲しいんだけどね。ゴーストのベルトってなんかバカに安いなとはなってない気がする、まだ。
ドライブとかはなんか一式揃って400円とか全然あったから、トイプラネットで一式で499円で俺買ってるからさ。ガイムもそんなバカに安くはなんなかったかな。うん、あ、自転車だ、今のエグゼードの15個のゴーストアイコンの力で、で箱入りのやつとかもあって、あ、これライダーキックスフィギュア、いわゆる RKF って略されてるやつだよね。でこっちにはシフトカー、ロックシードがあって、トライドロンがあったりとかもしますね。うん、さあそしてね、こっちがアメトイコーナーです。結構ね、藤岡店さんのアメトイコーナーってね、穴場なんですよ。なぜかっていうと、まあコーナー自体はそんなに広くないんだけど、あのなんか商品の回転が早い、めっちゃ入ってくるんだよね、なぜか。うん、で売れていくから、コーナー自体は本当にこの一角だけなんだけど、結構ね商品の回転が良くて、ある時はなんかすごいあったりとかしますね。あ、でも他の店舗もある時はあるんだよな。伊勢崎店さんとかもね、あのアベンジャーズ系のフィギュアーツがめっちゃ一気に入荷した時もあったし。でスポーンね、スポーンはやっぱね、最近やっぱもう新作が出てないらしいから、あんまり回転が良くないよね。あんま売れることもそんなないし、こう見るとね。で、なんか買う人もいなければ売る人もいないみたいな感じの状態だから、ちょっと寂しいな。最近スポーンにハマった僕としては。スポーンはよく知らないんだけど、おもちゃとしてはすごいいい出来だし、値段も手頃なんでね、遊びやすいですよね。で、上の方の。まあ、上の方の大型のはそんなに回転はしないんだけどね。この辺は結構いいかなと思います。でこっちの方に来ると、美少女フィギュアがありますね、ずらっと。やっぱ美少女フィギュアってさ、みんなさ、UOキャッチャーとかで撮ったり一番くじで当ててもさ、基本開封しないんだね。ね、結構いっぱいあるよね美少女フィギュアって。中古店に行くとトイプラネットとかほんとね、ずらーっとあるからね。僕はすぐ開けちゃうタイプだから逆に売れないんだけど、なかなかね。あんまでも最近美少女フィギュアっていうのはね、手に入ってないからね。お、フィギュアーツかな、仮面ライダー系。ここら辺もね、仮面ライダー戦隊ウルトラマンのフィギュアーツとか、あと一番くじの景品とかはあって、今回これ萌え萌えズキュンだっけ、あの秋葉レンジャーの武器だっけな。うん、あ、変身アイテムになるのかな。うん、これがね、割と安かったね。で、パワーレンジャーはちょっと高かったんだけど、シュリケンジャーのやつね。萌え萌えズキュン、秋葉レンジャーのやつ。あれね、あの、アマゾンの最安より安かったから、4000円台で買えるのかと思って、定価1万ぐらい以上するじゃん。だから買ってもよかったんだけど、秋葉レンジャー熱がね、前はね、見てた時はすごい高かったんだけど、今ちょっと俺の中での秋葉レンジャー熱があんまり高くないので、今回はスルーしちゃいました。多分売れちゃうだろうな。で、ショーケースにはフィギュアスとかあったりするんだけど、うん。で、SIC も欲しいんだよな。極み魂ってやつが欲しい。で、ウルトラマンのね、ブラザーズマントがね、いっぱいあります。なぜか。誰かがまとめて売ったのかな。で、全然売れてないね。うん。なんでだろう、やっぱブラザーズマントだけはそんなに需要ないのかな。フィギュアーツがない、あ、ウルトラアクトだっけな、あんまないんかな、もうね。ウルトラアクトもね、なんか残念だよね、もうないからね。でもね、ウルトラアクトはベリアルゲットしたんでね、イエイ。でコナンね、コナンもなんか一時盛り上がりかけたけど、最近ちょっと落ち着いたよね。一時黒幕が発表されたかなんかですごい盛り上がったけど、今ちょっと落ち着いてきたかなって気はするかな。で、これ辺がワンピース。ワンピースも多いよな。一時流行ったよな。あの、ゴーカイジャーがやってた時、あれぐらいの時、ワンピースブームありましたよね。で、食玩とかの箱であって、これ誰だろう。なんか味があるね。かわいい。ガールズパンツァーとかね。ガールズパンツァーもね、一時新アニメ録画して見てたんだけど、あんま内容覚えてないんだよな。まあ、全部見たわけじゃないからかな。で、このディズニーの。これはアナかな。かわいいね。
僕もねアリス持ってますね。でこれが乾燥少女だね、ガチャポンのやつ。乾燥少女がなんかいっぱい入荷してました。うん、多分定価で買うよりはもう武装してるから多分安いかなって感じはするかな。まあガチャで回すよりね。でこれプリキュアだけど、ちょっと僕が知らないプリキュアですね。そしてなんだこれは、なんか、うん、なんかね動物フィギュアとかも結構あるんだけど、まあ動物フィギュアコーナーは別であるんだけど、まあねこの辺、あ懐かしのポケモンジェットだ、ちっちゃい時乗ったわ、ポケモンジェット。これはなんか動物系の食玩なのか何なのか、ミニチュア系もここら辺はあるんだね。ほら恐竜、なんかこのコーナーにあるのがまた謎なんだよね。あの恐竜とか動物フィギュアコーナーっていうのが専門であるんだけど、こっちにもこうあるっていうね、そういうのが楽しいんだよね。でこれが裸フィギュアだね、箱なし。箱なしフィギュアより箱入りフィギュアの方が多いっていうのがびっくりだよね、美少女系は。でワンピースがちょっとここにコーナーがあって、でこの辺がまた、まあ、ミニフィギュア的なやつがあって、スターウォーズとかもあるし、まあこの辺ミニ四駆のパーツかなとか。おこれはマジンガー Z ではないな、今のはグレートマジンガーかな。んー、ちっちゃい時マジンガー Z しか見たことないんだよな。グレートマジンガーもちょっと見てたけど、あんまり覚えてないんだよな。ね、あの最近あんまり撮影してなかったんだけど、ミニカーコーナーもめちゃめちゃ充実してますからね。ホットウィールからトミカからもうね、いろいろあります、うん、マジョレットとか、こういうねトミカハイパーレスキューみたいなやつとかもいっぱいあるし、レスキューフォースもあるし、でいろんなミニカーとかラジコンとかもありますね。今回はちょっとざっとなんだけど、まあ要望があればちょっとまたねミニカーコーナーも撮ってきてもいいんだけど、ミニカーはねショーケースもすごい充実してますね。このもう見ればわかるけどね。はい、ということで今回はね藤岡店さんのトイプラネット藤岡店さんのお買い物中動画でした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。バイバイ。